近はですね、外資系の高級ホテルがね、続々と進出してきているんですが、そのザ、こちらペニンシュラもその一つとなっておりまして、一番、高いお部屋ですね、ザ・ペニンシュラースイートと申しますが、こちら1泊98万円というお部屋がございます。こちらで右手、石造りの大きな建物が第一生命ビル、続きまして黒と茶色の建物、帝劇帝国劇場となります。左手は皇居のお堀が続いてまいりますが、皇居とは対照的に右手には高いビルが立ち並んでおります。こちらが丸の内大ビジネス街です。大企業の本社や支社、銀行が集まっておりますけれども、こちら江戸の頃というのはですね、この一帯は大名のお屋敷がたくさん建っていたところでした。特にですね、左手、当時は江戸城となりますけれども、この江戸城の徳川とはつながりの深い大名のお屋敷が多かったことから、江戸城内と同じぐらい重要な区域と考えられまして、丸の内という名前が出たものです。明治になりましてからは陸軍の練兵場となったところです。この土地を明治23年、政府が三菱財閥に払い下げをいたしまして、三菱財閥がこのビジネス街の基礎を築いたと言われております。しかしですね、しばらくの間は三菱ヶ原と呼ばれておりました。もう名前の通り、原っぱが広がっていたんですね。立っておりましたものは三菱村と呼ばれる一角、赤レンガの建物 5、6棟だけだったそうなんです。その他一面原っぱだったところが、このようなビジネス街に変わりましたのは東京駅の開業の後です。この原っぱに大正3年東京駅が開業いたしますと、もともと建っていた三菱村の建物を中心に、どんどんビジネス街が広がっていき、現在では大ビジネス街へと発展をいたしました。右手が明治生命ビルですね、見えております。